関西の私立大学で受験シーズンが本格化し、西宮市の関西学院大学でも今日から一般入試が始まりました。関西学院大学の西宮上ヶ原キャンパスでは今日一般入試の初日を迎え、受験生が緊張した面持ちで試験会場へと向かいました。今までやってきたことをちゃんと出せるように落ち着いて頑張りたいです。ちょっと緊張してきてます。一教科一教科丁寧にやっていく行こうと思います。はい、絶対感覚わかります。関西学院大学によりますと、今年の志願者数は5万1097人で、去年に比べて8502人多く、4年連続の増加となりました。能登半島地震で被災した受験生は、罹災証明書などの提出によって入学検定料が免除されるということです。関西学院大学では今月7日まで一般入試が行われ、合格者は今月14日から受験生専用のサイトなどで発表されます。